酒と何見とれてんの。なんだ、ヒロミか。黒井さんは密かに思ってるとか。バーカ。ねえ、黒井っていつからうちのクラスにいるんだっけ。夏休みの後でしょう。そうだっけ。あれ復活したの。よしてよ、もうこんなやつなんか付き合うなよーだねえ。それよりあれ何。ああ、昨日の夜中3年生が飛び降りたんだ。またこれで3人目じゃない。何してんだろう、あいつ。自殺って伝染するってよく言います。もともと自殺願望を持っていた子に同年配の自殺の知らせって背中を押すような効果があるみたいなのね。このクラスにはいじめとかないって信じてるけど、自殺は何の解決にもならないってこと、みんな分かっててもらいたいの。もしみんなの中で不安になっている人がいたら、恥ずかしがらずに友達に相談してほしいし、あれってどっかで力になります。いつでも来てください。なんで黒いってセーラー服着てんだろうね。そう、タケトは何探してんの。あった。ん、何やってんの。タケトがさ、何か探してんの。ここだけじゃないな。どっかで見たことあるって思ってたんだ。やっぱり。ここにも。なんて読むんだこれ。サトル？おまじないかな。ひょっとしたら。おい、タケト。おい、やばいよ。見つかったらどうすんだよ。やっぱりだ。サトールの法人。サトール、こいつが学校中に落書きされてるんだ。黒が書いてるのか。落書きなんて学校だったらどこにでもあるものでしょ。どこだっていつだってそうだったな。やけに大きなカバンだな。毎日重くないの。
どうした？昨日死んだのバスケの先輩だったの。先輩？死んだのはみんな3年生か。絶対自殺なんてする人じゃなかった。この学校呪われてるんだよ。呪われてるってお前。だってこれで4人だよ。なんだよ。絶対おかしいよ。死んだ先輩たち何かの関係があるのか。さあ、みんなクラブとか別々だと思うけど。話聞けそうな先輩いない？美奈子と他の自殺した子たち、どうかな関係って。美奈子先輩はバスケ部ですよね。あの他の人たちって部活じゃないな。変だな、全然共通点が思いつかない。そうですか。あ、ありがとうございました。自殺しなきゃいけない理由がない、共通点もない、呪いなんてそんなもんじゃ。なんか久しぶりだね。え？こうして二人になるの。昔のことだろ。昔のこと？どうしたの？この学校に入学する前のことかもしれない。あんまり大っぴらに見ないでよ。生徒が見ていいものじゃないんだから。きっと熱心な生徒たちだなって思ってるって。やっぱりだ。他の人も？中学の時何があったんだ？5人みんな同じ学校なの。5人？4人じゃないんですか？え、いや、教えてくださいよ。夏休みに先に1人自殺してるの。頼むからクラスでは言わないでよね。最初に死んでいる人がいた。おかしいな。ない。なんていう人だったんですか？高山はじめって言ったはずだけど、記録が破れてる。あと、この中学から進学してきた3年生は？あと、F 組の田中くんだけかな。でもあの子ずっと休んでるの。なんだよこれ。ロータスの剣。何に使うの？生贄の血を捧げる儀式。冗談だよな。うん、ありがとう。ねえタケト、この前言ってたよね、黒井さんいつこの学校に転校してきたかって。うん。あれから私ずっと考えてたんだけど、あの人が来た時の記憶、私も曖昧なんだよね。俺もなんだ。いつの間にか自然にこのクラスにいた気がする。まさかあの人が。なあ、そこまでやるか。普通警察とか学校が調べることじゃんよ。俺たちの学校で変なことが起こってんだ。知らんぷりできねえよ。けどさ。嫌なら帰ってもいいよ。あ、冷てえな。
俺はヒロミとタケトだけじゃ気まずいかなと思って付き合ってやってんのによ、そういうこと言う。ごめんください。僕ら聖ヶ丘高校の生徒なんですけど。そこらのもんどけりゃ座れんだろ。最初に死んだ高山さんのことを聞きたいんですけど。あの、何があったんですか？田中先輩は高山さんとか他の人と同じ中学を出てますよね。高山は死んでないよ。あいつは確かに屋上から飛び降りた。でも死んでないんだ。今でもあの学校にいるんだよ。だから俺は行かないんだ。俺師匠、なんでこんなこと。あの高山さんって人はなんで自殺したんですか？いじめられた、同級生たちに。でもわからない、なんで3年にもなってから。そうだよ、俺たちは忘れてたよ、あんなやつのこと。でもあいつは忘れてなかった。復讐する方法をずっとずっと考えてた。方法？黒魔術らしい。あいつはそんなことばっか興味があったんだ。教室でもよく召喚儀式ごっことかやってたしな。黒魔術、これサトールの法人っていうらしいんですけど、見たことありますか？さあ、高山だったらそんなやついくらでも知ってただろうけどな。これはやっぱり黒いか。やっぱ帰ろうよ。なんかここ嫌だよ俺。呪いだの魔術だの俺は信じたくないんだ。でも これが呪い。これで全部か。これで終わるの？だといいけど。私ちょっと。どこ行くの？トイレ。これで全部消えた。
ったんだよ。もうこの世にはいないんだ。人を道連れにすんのはやめろ。エコエコザラク、エコエコザメラク、エコエコテルノノス。クロエ、お前がやったのかよ、亡霊を呼び出したのは。亡霊？サトールの法人で呼び出したんだろ。全部消したのに。ひどい間違いだよ。こいつは亡霊なんかじゃない。いじめられて死んだ人じゃないの？半端な知識で魔術を行使して呼び出してしまった下級の悪魔、お前の名を呼ぼう。リーツ！名を呼ばれた悪魔は従わねばならない。しかしお前は従う気はなさそうね。そんなにこの学校が気に入った？地獄へ帰りなさい。自分を召喚した人間がすでに死んでいるのにかかわらず現れ出た狡猾なる悪魔よ。形を持たない影だけの存在。おじさんは私たちを助けようとしてくれた。しまったよ。待て、クロエ。それを床に置いて。終わったのか。何なの？クロエ、君は何なんだ？魔女なんかじゃないからね。クロエさん、ありがとう。もうこの学校いなくなっちゃう。私はこの学校の生徒の一人よ。エコエコアザラク、エコエコザメラク、エコエコケリノノス。
私に呪いをかけたみたい。人を呪うのは憎しみの心。へこへこあざらく、へこへこざめらく、へこへこけむめらく、へこへこあらぎめ。センスが行われます。聖ヶ丘高校一の美女は誰か。くだらないことやめなさいよ。女の子を勝手に評価なんてしないでよね。まあ固いこと抜きで行こうぜ。毎年やってんだからさ。毎年行ったって去年からだろ。去年は確か3年 F 組の小平玲がクイーン。今年も予想ではぶっちぎりみたいだし、何しろあの美貌、他校にも親衛隊ができてるって噂だし、まあ本命だね。たくもうちの男子って信じらんない。安心しろって、ヒロミには関係ないからさ。ムカつく。おい、みんなよな。いいじゃねえか、どうせ。あれ、黒いミサ、黒いミサ、これも黒いか。これはダークホースだな。黒いって他のクラスでも注目されてるし、ひょっとしたらいっかもね。何？あなたが黒海さん？転校してからもう結構経つんじゃない？どうしてそんな服着てくるの？これしかないから。先輩にふざけたこと言わないでよ。ちょっとねえ、ミサってどこから通ってんの？え？家はどこかって聞いてんの。あ、うん、ないの。ないって、うん、家ってところに私住んでないの。どういうこと？じゃあ夜どこにいるの？まあいろいろ。かっこいい。それって最高じゃん。俺もそんな生活してみてよ。あんたが住所不定だったらすぐに補導されるよ。最近冷てえよな、ヒロミはさ。それよりさ、今日後でダゴン行かねえか。何それ？センター街のクラブだろ。うちの学校のやつがよく行く。俺は興味ないね、そんなとこ。行ってみようかな。だから着替えた方がいいって言ったのに。ねえ、浮きまくり。ヘイカスヘイカスエスティービベロイ。あなたの昨日
あなたの一昨日、あなたの過去が見えてる。私の未来は見ようと思えば私の願いって叶う。そうね、今あなたが思っていることは叶うと思う。あの子でも本当に当たんの？マジで今も見えているよ。何が？セールが3日遅れてるとか。何してんのそこ。え？ああ、なんか得意なもん見せろって言ったら占い始めやがってさ。私あの子嫌いなの。え？私はあの子の顔が嫌いなの。悪かったね、こんなとこ連れてきちゃって。ううん、来てみたかったの。普通の女の子が遊びに行くようなところ。クロイ、あのさ。ごめん、行こう。まだあそこにいるって。行こう。も付き合ってたらバカが映っちゃう。ミサ、どこ行くの？もしよかったら今夜うち泊まらない？ありがとう。でもいい。二人とも早く帰らないと遅くなるよ。気をつけろよ。じゃあね、ミサ。また明日、学校で。危ないよ。もし暴れでもしたら柔らかいその方に傷つけちまう。エコエコアザラク、エコエコザメラク。あ？人に傷をつけたら、傷をつけた数だけあなたの自国での影が濃いものになっていく。目を貫かれ、心臓を引き裂かれ、内臓を引きずり出されてもなお、あなたは地獄で這い続け、地獄の貴公子のかかとに口づけをするのよ。そのナイフの光の中に見えているわ、あなたの未来。力があるなんて思ってなかったけど。ここであいつが呪文を唱えてたんです。アラトール、レピダトール、テンタトール、ソムニアトール。やめようよ。やばいよこれ、レイ。こんなこと関わらない方がいいって。そう？面白そうじゃない、あの子にできるんだったら。言うなよ
アラトール、レピダトール、テンタトール、ソムニアトール。望みを叶えてほしいか。今2位だって、1位の3年生とも僅差だって。何やってんだか。あれ、今日はまだ来てないみたいだな。リサ、どうしたの？誰かが私に呪いをかけたみたい。でもこのニードがあるから大丈夫。呪いなんてそんなにかけられるもの？そうね、一番簡単かもしれない。魔術の中で人を呪うことが一番簡単だなんて。そうじゃないよ。魔術は後押しするだけ。人を呪うのは憎しみの心。どうしちゃったの、その顔。傷がついた？やけどしたの？見たい？このガーゼの下がどんなになっているのか見たい？見たくないわよ。本当？見たくないの？見たいからここに来たんじゃないの？呪いをかけた人が呪いをかけたことを認めた。私のニードが呪い返しを放ってくれたの。じゃあ呪いをかけたのって。私そんなこと言ってないじゃない。ただ私は、姉さん、俺クラスの票まとめましたから、今年も絶対クイーンですよ。あっち行ってよ。もうそんなことどうでもいいのよ。
どう思ってる？え、タケト君のことって？あ、ごめん、変なこと聞いちゃって。いいの気にしないで。あ、先生、3年の小平玲が。小平玲？今すれ違いませんでした？え？何言ってるの。さっきその小平さんから電話があって、今日から病気でお休みするからって。え？あ、黒井さん、あなたに何か用事があるんですって。休み時間にでも小平さんのお家に電話してあげて。さっきここにいたのは誰だよ。あ、こんなところにいた。もう探したんだよ。うん、あいつに電話しなくていいの？電話って苦手だし、それに後で会いに行くし。え、行くの？うん。しかし臭いな。何作ってんの？薬。何の薬？軟膏。軟膏って傷に塗る？まあそんなとこ。黒井が普通の薬作るはずがないだろう。でもな。怪しい。そっかな。できた。ひどいな。ここに来てくれると思ってた。ここが始まりの場所だから。あなたの友達がここで私の儀式を盗み見ていたのは知ってたの。おかげであの儀式は無効になってしまったけど。助けて。あなただったら私を助けられるんでしょ。レイさん、
あなたがミサに呪いをかけようとしたからこんなことになったんでしょ。よせヒロミ、もう十分分かってんだろ。それぐらい。でも これを顔に塗って、多分1週間くらいで傷は癒える。あの小平先輩、今年のミス聖ヶ丘の実施は中止になりました。なんか盛り上がりが悪くて。これでもう大丈夫なの？私にもう呪いが返ってきたりしない？あなたの憎しみの心はあの虫が吸い尽くして出ていったの。だから呪いはもう消えた。さっき学校に現れたのはこの人の憎しみの心を糧にこの世に生を受けた地獄の虫。なんか怖いね。なあクロエ、本当にもうあいつ大丈夫なのか？魔術は人の心までは変えられない。一度地獄の力に触れてしまったあの人がまた横島な気持ちを抱いた時は治るのね。これで元通りの顔になれるのね。エコエコアザラク、エコエコザメラク、エコエコケルノノス、エコエコアラディア。
遠慮すんなよ。手つないだら？ちょっとやめてよ。俺たちはもう何でもないの。そうよ。素直になれよ。お互いまだ好きなくせに。なあ、クロイ。そうよね。何よ、ミサまで。お前ら言われてやるんだ。バカじゃん。人のことよりよ。お前はどうなんだよ。ん？え？何が？クロ君、誰か好きな子いるんだ。いるわけねえじゃねえか、そんなやつ。お前何言ってんの。お前、お前もう告白したの？何言ってんだよ。ねえねえ、誰なのよ。いねえよ、そんなやつ。すごい、やめろって。知らずというか、やめろというか、やめろ。ラミ先生なんだよね。嘘。でも言わなくてよかったじゃん。先生結婚するんだって。元気出せよ。ダメージ少なくてよかったじゃん。元気出せって。おい、あ、ねえミサ、みんなでなんかプレゼントしない？プレゼント？うん、結婚祝いか。いいじゃん、いいじゃん。いいでしょ。いいやんだと思わない？結婚祝いっつってもな。あ、伊藤君も何がいいかな。こんな気分じゃねえよ。プレゼント何にしようかな。先生何あげたら喜ぶんだろう。若いカップルだからね。プレゼント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 。どうかした？うん。私は呼び寄せてる。ごめんなさいね、せっかくの休みの日に。何言ってるんだ。いいさ。それは？うん、前にヨーロッパで見つけたんだ。もともとは一対だったらしいんだけど、こいつその相手を探し求める魔力があるって伝えられてるんだ。学者なのにそんなこと信じてるの？ああ、こいつを手に入れたおかげで君に出会えた。さあ、そろそろみんなも来る頃かな。合ってるよ、大丈夫。左だって右だってどっちだっていいよ。すみません。右だ右。私やっぱり行くのよ。す、何言ってんの。すごい、俺だって行くんだからさ。本当は行きたくないんだよ、俺だって。お前はな、そうだよ。本当は行きたくない。な、無理やり行かせようとすっから。沢木達彦さん、私のフィアンセです。大学でね、講師をしてるの。おめでとう、先生。ありがとう。あ、これ、みんなで買ったの。ありがとう。あ、でも、他のみんなにはまだ内緒にしてね。分かってますって、先生。あ、みんな食べて。あ、どうぞ。いただきます。いただきます。紅茶がいいな。あ、うん、紅茶食べる。あ、うめ。ごめん、はい、ありがとう。あ、ふよみ、次それ、ごめんちょうだい。これ、うん、佐々木さんは大学で何を教えてるんですか？うん、歴史なんだけどね。特に中世ヨーロッパの歴史に興味があって、本ばっかり買い込んじゃって、今じゃ変人扱いだよ。平気よね。これからは直美先生が片付けてくれるんでしょ。こら、大人をからかうな。向こうの叶う相手じゃなかったか。ん？何叶うって。なんでもないんです。いや、はい、行こう。行こう。いいから。ダメよ、せっかく作ってくれたんだから。食べて食べて。
いや、本当に、な、あの、なんでもないんだ。何言ってた？男なんだから、はっきりしなさい。そうだよ、男なんだよ。問題じゃないだろ。男なんだから、ビシッとねえじゃねえか。それ、とても珍しいものだよね。ちょっと見せてくれないかな。ダメ。調べてみたいんだ。すぐに返すよ。絶対ダメ。黒い。辰彦様、これはあなたが持つべきものじゃない。何言ってるんだ。誰もくれなんて言ってやしないよ。ちょっと見るだけだから。先生、この人と別れて。何言ってるの。お黒い。ミサ。黒い。偶然じゃない。私は言い忘れたんだ。よっぽど大事なものだったのよ、きっと。それにしたって、この人と別れて。そうね。ちょっとびっくりしちゃった私。俺、ちょっと見てくる。ちょ、行くわ。黒い、どうしたんだ。さっきなんであんなこと言ったんだよ。もう手遅れだわ。何が、どういうこと。私が何とかする、それしかない。何言ってんだよ。これはシルバーのニード。暗黒の魔法力を封じ込めた魔道具で、持ち主やその周囲に災いをもたらすと書いてある。そんな。あの子、黒井さんって言ったね。彼女の周りで今までに何か変なことは起きなかったかい。それはそうだけど、でも…そうそう…僕の立場としては黒魔術なんてものが存在するとは認めたくないけれど、信じるってことが意外な力を生むことはある。僕がこれのおかげでいろいろとうまくいったみたいに。じゃあもし黒井が本気で黒魔術を信じてるとすれば、かなり危険だ。何とかしてやめさせた方がいい。どうしてなの。あの人にだけは絶対に渡せない。辰彦さんはあなたのためを思って。嘘よ先生、あいつに騙されないで。ちょっとひどいよね。せっかくみんなでお祝いに行ったのに。俺は何か訳ありのような気がするけど。そうか。単に機嫌が悪かったんじゃないの。この前だって俺たちあいつに助けられたじゃんか。それはそうだけど。それにあのネックレス、お守りだって言ってたじゃないかよ。本当にそんな邪悪なもんなのかな。そういえばそうね。だろ。けどさ、あいつは黒魔術使うのは事実だよ。黒魔術ってのは人を呪って不幸にするんじゃないのかよ。そんなこと言うなよ。友達だろ。あ、あの男は災いをもたらすわ。あの男って辰彦さんのことが。そんなわけないじゃない。本当なのよ、信じて。もうよせ。そんなに人の幸せが気に入らないのかよ。違う、信じらんない。私はここに長く居すぎた。友達なんかできなければよかったのに。
誰も傷つけたくない。何か訳があるんだろう、話してくれよ。あなたも変だと思うでしょ、私のこと。何言ってんだよ。呪文を唱えて、黒魔術を使って。普通じゃないよね、私。そりゃそうかもしれないけど、前に俺たちのこと助けてくれたし、それに。それに友達じゃん。ありがとう。別にお礼なんか。友達なら一つだけ信じてほしいの。何を？魔術は使う人間次第だっていうこと。なんとかして彼女のニードを手に入れないとな。そうね、心配だわ。あの子、このままじゃ友達もいなくなっちゃう。素晴らしいだろ。あの子のニードを手に入れれば、世界が僕の思うままになる。そんなバカなこと信じないのか、君は。よして、悪い冗談だわ。僕は君のことずっと高嶺の花だと思ってた。でも君は僕を選んでくれた。僕がこのアンクを手に入れたからだ。違う。おお、お前だけはあの子に対する猜疑心がなかったようだな。なぜだ。これが欲しくて来たんでしょう。どうぞどうぞ、その外のオーダーどうぞ。ちょっと待った、お前とまともにやり合う気はないよ。大事なお友達は僕が預かっている。どうする？そうだ、それでいい。お友達は大事にしなくちゃな。光栄だね、黒魔術師にそう言ってもらえるなんてな。なぜわざわざ破滅の道を選ぶ？破滅？とんでもない。お前にだってわかるはずだ、この力を手に入れることの素晴らしさが。お願いやめて、直美先生を悲しませないで。あいつも喜んでくれるさ、あの世でね。アグラリアキドホルガリアーナネスケプラ、アグラリアキドホルガリアーナネスケプラ、アグラリアキドホルガリアーナネスケプラ。もうすぐだ、月が満ちれば魔力が満ちる。おいおい、どうなってんだよ。あいつが変な呪文言ったら、タケトもヒロミも倒れちゃって。よかった、
あなたは私のことを信じてくれたんだ。え？だからあなたにはあいつの術が効かなかったの。止められない。一体何者なんだあいつは。月の精霊よ、我に力を与えよ。邪悪な魔力に心を奪われてしまった人、三人の血の生贄を汝に捧げる。魔術はみんな使った本人に跳ね返ってくる。受け止める力もないのに邪悪な目的に目がくらむと。だから何なんだよその目的って。呼び合う二つの魂を天と地に封印する。金のアンクレットが銀のニードの力を得たとき、暗黒の神は降臨する。エルグラン、カメロルアル、アドナノルル、マルチロル、チモ。あいつは破滅する。月は満ち、時は来た。人間じゃなくなったら闇の世界に消えるしかない。探偵とヒロミ先生、少しでも私を信じてくれる気持ちが残っていれば。ルキフェル王やるシャメロロンアリセリオンマルドンシンプレミ。ルキフェル王やるシャメロロンアリセリオンマルドンシンプレミ。ルキフェル王やるシャメロロンアリセリオンマルドンシンプレミ。よかった。みんな私のせいなの。私に魔力があるから邪悪なものを呼び寄せてしまった。そんなことない。さっきだってみんなを助けてくれたんだろ。私がいなければあの男だって欲望の虜にならずに済んだかも。でもそれは私を信じて。私を信じて。そうすれば魔法はきっと叶う。遠慮しないで手つないだら。ちょっとやめてよ俺たちはそんなんじゃないんだから。
の間に。なんとなくね。いいよな若いもんは。同い年でしょ。人のことよりよ、うん、お前どうなんだよ。ん？何が？一向誰か好きな子いるんだ。いないよ。いないって。いない。本当だよ。本当だよ。まあお前らお前らで勝手にやってくれよ。俺ちょっと先行くからさ。じゃあな。先生。まあ君のこと知らずって言うかな。おはようございます。そんなの分かんないよ。本気でアタックすれば思いが通じることだってあるんだ。そうかな。先生これあげる。信じれば魔法はきっと叶うって。ありがとう。膝だな。誰のセリフだよ。いいじゃねえかよ。俺昔魔法使いと知り合いだった。何言ってるの。年いくつだよ。あんたまだサンタとか信じてんじゃないの。それはないでしょ。あるね。ね。何やってんの？遅刻するよ。ああ。おい、もう先生何あげたんだよ。あ、そうよ。おいおいおい。先生絶対言ってんの？エコエコゼラ。エコエコザミラク。エコエコケルニノス。エコエコアラディーヤ。エコエコアザラク。姉ちゃん、こんなところで占いやってんのか。いくらですか。お金はいりません。いらない？ただなの？はい。はは、わかった。お姉ちゃんは占い師の卵だろ。だから卵みたいな顔してんだろ。ここで占いの練習をしているんだな。よし、おじさんが卵のお姉ちゃんのために協力してやろう。んだ、ん？あ、これ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 。明日の11レースってこれ馬券って言うんだけどね。来るかなこれ。ぐるぐる回して、はい、トントン。好きなカードを引いてください。ね、どうぞ。引いていいのね。こんなん出ました。
剣が天空を突き刺し、光がこぼれています、うん、勝利のカードです。勝利のカードって俺の買った馬が来るっていうの？はい。でもこのカードには闇の姿も描かれています。ですからこれは敗者のカードでもあります。勝者が馬、敗者があなたです。どういうこと？レースには勝ちます。でもあなたはそのお金を手に入れることはできません。なんだかよくわかんねえね。まあ卵のお姉ちゃんじゃしょうがねえか。まあお金には当分ならないと思うけど、頑張ってちょうだい。好きなカードを引いてください。あなたは今迷っていますね。二本の剣が交差しているのは何かを判断しようとする行為の表れです。今両方の剣は釣り合っていますが、そのうちどちらかが傾くでしょう。それによって均衡が崩れ、真実が見えてきます。もう一枚引いてください。正しい向きで出れば夢追い人、前向きな姿勢を表します。でもこれは逆向きだから資料のない行為、誤った選択を表しています。もういいわ、ありがとう。今日も泊まれないの？だから病気のおふくろを一人にしておけないって言ってるだろう。そうね、親一人子一人だもんね。今度おふくろの体調のいい時に紹介するよ。本当？ああ。仕事忙しいの？うん、ようやく軌道に乗ってきたよ。ああそうだ、みゆきに借りた300万来月には返せると思うよ。無理しなくていいのよ、いつでもいいんだから。うん、悪いな。これは逆向きだから資料のない行為、誤った選択を表しています。次いつ会える？うん、仕事が落ち着いたらこっちから連絡するよ。待ってる。うん、おやすみ。おやすみなさい。悩まない悩まない。どういうこと？お客さん焦りですよ。
お客さん、具合悪いんですか？嘘よ、嘘よ、こんなこと。お客さん、お客さん。時の笑いなさいよ、嬉しそうな顔しなさいよ。占いが当たって喜んでるんでしょ。殺して、私死にたいの、お願いねえ。もうこれ以上泣くのは嫌なの。本当にいいの？私は生まれ変わりたいの。後悔しない。一つだけ約束してほしいの。黒魔術が使えるようになれば、運命の流れに淀むことなく生きていけるわ。でも黒魔術で罪のない人を苦しめたり巻き添えにすることは許されないことなの。もし掟に背いたとき、本当の死を意味することになるわ。いいわね。ルロセクライルプラントカメロルアルアドナナヌルマルチロルチモベールゼブブルキテルアジロンソエモセラアベグ。偉大なる魔教の神々よ、創造主から与えられた天の摂理と万物運命を放棄し、魔境に魂を投げ出す、この女性に力をお与えください。どう？うちのミキをライフに合格できるでしょう。これは破滅のカードです。破滅ってそれどういう意味よ。不合格です。何よ、そんな簡単に言わないでよ。一言だと思って、この3年間親子揃って寝る間も惜しいと頑張ってきたからね。ちょっと、何するのよ、もっと話したいじゃない。タケシが私の体いつも止めてくるから占ってよ、お願い。私真剣なの、お願い。これがパパ。うん。これがママ。うん。これがアカネ。ほっぺ。ほっぺ。アカネ。ほっぺ。ほっぺ。ルクフェルオーヤルシャメロロンアリセリオンマルドルシンプレミー。あ、治った治った治った。頭痛いのなくなりました。ありがとうございます。すっごい。ねえねえねえ、足が太いの治せる？無理です。やっぱりな。まあいいや。私彼氏できないの、どうしたらいい？キャー！
たまらないもう。あかね、ほっぺやって、ほっぺ。ほっぺ、ほっぺ、はい。パパ、明日お休み？うん、お休みだよ。明日パパと遊ぼうか。うん。ねえ、ママは？寝てる。寝てるの？なんで？お熱があるって。嘘。ちょっと待って。高子。熱があるって。ごめんなさい。でもただの風邪だと思うから大丈夫。うん。今日はもう出かけないから、何かあったらいいな。ありがとう。ベールゼブブルフェルアディロンソエモセロアメ。ブロセクラエルプラントカメロルアルアドナノルメマルチロルチモン。どうして？ママが遊んであげるから我慢してね。顔洗ってらっしゃい。はーい。は、はい。宅配便です。印鑑お願いします。どうしたの？頭痛いの？お熱があるの？ママ？ママ？ママ？どうしたの？どうしたの？ママじゃない。
してそんなこと言うの？ママよ、ママよ、ママに決まってるじゃない。ママよ、こっちおいで。ママじゃない。ママじゃないなんて言うから。パパみたいに私も殺すの？え？掟を破ったわね。あなたはミサさん？クロマ術の世界では掟は絶対なの。掟を破った者がどうなるか分かってるわね。すでに滅びてるの。もう戻れる場所はないのよ。自覚するの？いや、いや。子供を心配する母親の魂がさまよっているわ。体を返してあげて。自分で決着をつけて。
エコエコアザラク、エコエコザメラク、エコエコケルノノス、エコエコアラディア、エコエコアザラク、エコエコザメラク。エコエコアザラク、エコエコザメラク、エコエコケルメラク、エコエコアラディア。エコエコアザラク、エコエコザメラク、エコエコケルメラク、エコエコアラディア。